こんにちは、黒島です。今回は目的地に着くまで、のたまっていた独り言を流すだけの動画になっています。主観と偏見に満ちているけどゆっくりしていってね。はい、どうも、黒島です。はい、っていうことで。いやー、天気がいいんだよなー、ほんとに。あー、もうさ、家でゆっくりしようと思ってたのにさ、もう今日はもう昼も過ぎてるから無理かなーと思ってたんだけど、やっぱなんか、ね、ちょっと動画のコメントとか見てたらなんか、そしてこの天気ね、行きたくなっちゃって、ついつい出てきてしまいましたね。あー、気持ちいいんじゃー。あー、行くーって感じだね。なんて天気だ、本当に。最高かよ。あったかくなってきましたね。花粉が来る前にね、いろんなとこ行って、花粉が終わったらまたすぐにね、出かけられるように、いろんなプランを練っていきたいと思っております。あー、気持ちいい。さーてね、どこ行こうかしら。ネットは広大だからな。今んところね、まだコロナの影響でね、県外への移動っていうのはなかなか、こう、ね、あんまはばかられるところではありますけれども、県内だったらね、どこへ行こうか文句言われる筋がないですからね、極力安全には気をつけた上でね、いろんなところまだまだ回っていきたいと思いますって感じですけど、なんかこう最近 YouTube 見てるとおすすめになんかレベル1100のなんか紹介動画みたいなのいっぱい出てくるんですよね。レベルね、同じ1100でホンダで、まあシンプルなネイキッド、まあアメリカンスタイルだけど悪くなさそうなんだよな。あれも悪くないっていうか、むしろいいよね。あれすごくデザインもシンプルで、何よりもなんか見た目も結構好きだし、そしてハイテクゴリゴリなんだよね、あれ何気に。だってエンジンがアフリカツインでしょ。あれすごいよな、アフリカツインでね、エンジンがあんだけ車高低くて、電子制御バリバリのゴリゴリでしょ。まあ安全で楽ちんなんだろうなっていうのは想像しますけどね。あのポジションといいね、あオートクルーズついてんのかな、わかんないけど、ついてなくてもね、こういうグッズがあるからなきゃないで別に大丈夫なんだけど、あれパラツインだからな、音とかもきっとマフラー変えたらバリバリ言って、レシプロエンジンのね、なんか飛行機みたいな音がしてかっこいいんだろうなってのは想像しますけど、レベル1100なあ、あの見た目でバリバリ言う音鳴ってたらかっこいいよな。だけどレベル1100に限らずだけど、最近のバイクはね、こう電子制御ゴリゴリのね、もう ABS は当たり前で、トラクションコントロールもなんか3段階とかね選べたりとかして、いやすごいよね。最近はね、なんかこうバイクの傾きを感知してトラクションコントロールをさらにコントロールしてくれるみたいなね、そういう機能もあるみたいな。いやすげえ話だよな本当に。そのうち人間なしで走るんじゃないかバイク。いや車とかでね、アイサイトとか追従クルーズを知ってるからもう、ね、多分バイクもいずれ追従クルーズとかがこう当たり前になっていってね、人間いらねえんじゃねえかっていう日が来るような気はするんだけどね。まああんななんか電子制御ゴリゴリのバイクなんて出てきても、そんなものは甘えだとかってね言う人もいるだろうし、まあ自分もそう思ってますけど、だけどまあ使ったら使ったでね、なんて快適な機能なんだっつってね、一瞬にして虜になってしまうんだろうけれども、人類のね英知だから、やっぱり技術というのは最初こそね、みんな抵抗があったり、そんなもんなくたって俺はって思うんだけれども、まああったらあったでやっぱ便利機能というのは便利なわけですよ。その機能を使うかどうかみたいなのを選べるようにしてほしいよね。もし今後ねそういう電子制御がどん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 増えてきたら、最新のこう電子制御バリバリのバイクっていうのはね、きっとね便利で楽で、その代わり値段も張るんでしょうけれども、いいものなのは分かってんだよね。いや自分はねレベル1100はね、なんだろう、アフリカツインと同じエンジンって聞いて、電子制御バリバリって聞いて、あ微妙かなって思ってたんですけども、まあ、見た目がかっこいいからね、あれいいかなってちょっと思ってんだよね。しかもあれ DCT でしょ、まあ、クラッチレスシフトを散々こう解説しておいて言うのもなんだけども、俺左手がさマジで痛いんだよね、骨折してからというものだからね。やっぱり楽さを求めて、やっぱ快適にねツーリングをしていこうと思ったら DCT とかもありかなってちょっと思ってんだよね今。そう、ね、左手を使わずに走れる DCT
と雨の日でも安心だね。こう ABS とかトラクションコントロールついてるっていうのはね、すごく魅力に感じてるんですよね今。レベル1100、レベル1100いいよなあれはあれでいいんだよな。ただね、クルーザーのデザインっていうのがね、どうなんだろうっていうのはちょっと思ってますけどね。どうっていうのは形とかは俺好きなんだけど、だけどこうね、ちょっとこう元気いっぱいな走りをねしようと思った時に、あんなに車高が低いとすぐステップとか吸っちゃったり、なんならクランクケースとか吸っちゃってね、危ねえんじゃねえかっていうのは若干思ってます。まあそういう走りを一般道でしちゃいけないんだけどね。そう、分かってますよ。だけどあれはどうなんだろうっていうのはね、そういう意味でも気になってはいますね。レベル1100か、そのうち一回ちょっと試乗とかしてみたいけどね。まあでも試乗とかしちゃったらね、欲しくなっちゃうんだろうけど。いやーでもね、 CD1100 はね手放せないね。これはもう完璧だから、もう自分の中でこれ完璧なバイクだから、これはちょっと手放すのは考えられないから、もし次バイク買うっつったらもう増車だよね。増車もね、もう場所的な問題があってなかなか難しいんだよねって考えると、そうなるとどうしたもんかなって感じだけど、まあでも多分買わないかな、どうだろう、わかんない。この後もリハビリを続けていって、続けていった結果それでも左手がやっぱり痛みが収まんないとかってなってきたら、もうレベルに買い替えるなんてことはあるかもしんないけど、まあそれは機能的な面でね。だけどまあそうならないで、だんだん左手がねこう治ってきたら、まあ別にそこまではしないかなって感じだよね。まあ一回試乗ぐらいはしてみたいけどね、レベル。どうなんだろうね。まあ最新のバイクだからね、きっといいって思うに決まってるんだろうけども、オートバイの場合はね、トラクションのね、かけ方なんて、もう本当に繊細な操作が求められてて、トラクションが抜けたなんて感じた日に、瞬間にはもう滑ってるわけだからね。そういうのを機械で制御してくれて、ね、事前にやっぱり転ばないように、こう、トラクションを制御したり、ブレーキを制御したりってやってくれるんだったら、まあ保険としてはね、オプション代でこう、十何万かかかっても、結果的に安いってなるのかもしれないけどもね。まあでも、言ったらなんですけど、自分もまあそれなりに長く乗ってね、いろんな、いいことも悪いことも、いろいろ経験してきたんで、多少は腕に自信はありますんでね、そんな無茶な場所でそんな無茶な走りをして事故るようなことは、まあ、極力ないように気をつけたいとは思うけれど、まあ、でもやっぱああいう電子制御ってないよりはあった方がいいんだろうけどもね。ただああいう機能があることで油断してしまう、慢心してしまう、その機能に頼り切ってしまうことで事故を誘発したりとかってことはないのかな。どうなんだろう。もう車とかだとね、もう ABS 作動するときは雪の日とかね結構わかるし、雨の日でもたまにあるけれども、だからあれの機能の良さっていうのは知っているつもりではあるけれども、まあ、バイクで体験したことがないからちょっと何ともわからんけどね。そういう機能、電子制御がゴリゴリについてるバイクに慣れてしまうと、なんかいざついてないバイクとかカブとかに乗っちゃったらもう戻れないってなっちゃうんじゃないかっていうのがちょっと不安だよね。免許取るときはマニュアルで取ったけれども、オートマに乗ってたらマニュアルの乗り方を忘れるみたいな、そんな風になるんじゃないかっていう多少の不安があるよね。まあでもきっと乗ったら乗ったでね、 DCT も ABS も、ね、トラクションコントロールもオートクルーズもいいなっていう、いやこれ最高とかってどうせ言ってんだろうけどもね。まあ人間なんてそんなもんだよね。もう最初はこんなグリップヒーターなんて機能さえも俺はいらねえと思ってたから、でも使ってみたらまあ便利なこと、最高ですよ、最高マジで。寒くなってきたらつけようかな、電子制御バリバリバイクね。結論言うとね、だから多分あるに越したことはないんだろうね、安全安心を買うっていう意味ではね。まあ実際安全に寄与するための機能だし安全なんだろうけど、安全であるがゆえにちょっとね不安を少なくしてくれてね、楽しく走れるっていう意味では、いい機能なんだとは思うけどもね。まだだ、自分にはまだ早い、まだそういうのは早い早いというか、まああったらあったでいいと思うけどね。まあ別に ABS とかねトラコンなきゃいけないっていう環境に陥ったことがあんまないから、まあ、そもそもそんな機能がね作動しなきゃ走れないようなところで走れ
れないような走り方をしなきゃいいんですよって話なんだけどね。でも1回ぐらいちょっと体験してみたいよね。あのレベル1100のさ、なんかあのクルーザー風のデザイン、ああいうなんだろう、アメリカン風クルーザー風のデザインのやつ乗ったことないから、1回ぐらいああいうの乗ってみたいよね。どんな感じなのって。でもああいうの乗って、うわ楽だとかって思っちゃったら、もう抜け出せなくなるんじゃないかってちょっと思う。それが不安。もうなんかコーナーを攻めるとかもうバカのやることだよってね。バカのやることなんだけどさ、あんなことは。だけどやっぱね、元走り屋の端くれとしてはね、まったり走るバイクだとしても、ちょっとだけこうスポーツ性能を少しだけでもこう面影を残したバイクに乗りたいよね。いやわかんない、もしかしたらレベル1100もあんな見た目だけど乗ったら、いやこれめっちゃその気になればなんかちょっとやんちゃな感じにもいけるよってなるのかもしんないけどもね。わかんないけどそう、何もわからない、わからないことだらけで。めっちゃ警察見てたね。土曜日にまでこの取り締まりとかやるんだね。恐ろしい、恐ろしいですな。いやーもうダメだ。もうこんなね、一人で走ってる時にこう一人ごとでさえもレベルの話をしてしまうなんていうのはね、もう気になってしょうがないっていう証拠ですよ。これはやばいよ。いやーでも CB もいいんだよな。あー気になる、気になるよレベルすげえな、みんな縫うように走ってくな。目的地に間もなく到着するので一旦終わります。ご視聴ありがとうございました。